こんなところにいます。結構怖い。蜜葉を見つけましたよ。蜜葉を、ほら、3つの葉っぱがついてる。食べれると思います。匂いもちゃんと蜜葉の匂いがして美味しいんじゃないかな。ちょっともらっていこうね。どういう風になってんだろう、これ。ここか。根っこごといけないかなと思うんだけど、育てれたらいいよね。よいしょ。これどうだ。ほら、これ一応水場です。ジャムを作ろうと思っております。昨日作ったんだけどね、砂糖と間違えてビタミン C のさ、顆粒をさ入れちゃったもんで、めちゃくちゃ酸っぱくて、まあ、それはそれで美味しかったんだけど、クランベリーみたいで。もう一回作りに直すことにしました。こういうね、今の時期だと花だね、赤い色の。で、ギシギシっていうのとよく似てるけど、こっちの方がなんか葉っぱがシュッとしてるような印象を受けますよね。ヤブカンゾウを見つけました。ノカンゾウ、カンゾウ、なんかいろいろ名前あるけど、どれが正しいんでしょうね。結構大きくなってるけどさ、うん、根元の方は食べれると思うし、少しだけもらっていこうかなと思います。これをね、おひたしにしてね、めんつゆで食べるとめちゃくちゃ美味しかったんだよね。食感がいいし、癖もないし。まあ少しだけもらっていこう。ほら、あ、もうちょっと下で取らなあかんかったな。でも葉っぱも食えるからね。どこら辺から取ればいいんでしょうね。で、地下にね、あの根貝、根っこの塊があるんだよね。こんな感じでジャガイモみたいにさ、根っこが膨らんでる部分があるんだよね。これで見分けてもいいよね。なんか水仙とかそこら辺のよう似た葉っぱのやつと区別するときにね。これも一応ね、食べたことあるけど、そんな美味しいものではない。土の香りがするからね。で、またこれ埋めとけば生えてくるとかなんとか。まあ1個もらってって庭にでも埋めとこうかな。これ砂ゴケです。めちゃくちゃ綺麗だよね。かわいい。比較的市街地にもよく見られるゴケですけど、すごくかわいいんですよね。星形で、星形って言ってるのかわかんないけど、うん、いいね、かわいいね。ヌートリアがいましたよ。ヌートリアが、大学でね、ヌートリアをね研究してる先生がいて、その余ったお肉とかをさばかせてもらったり、友達がカレーにしてそれを食べさせてもらったりしましたね。遠くから見てると可愛いよね。問題になってるけど。